兵庫県の斎藤知事、もう十分アウトでしょう。 まあ、それにしてもね、まあ今日は兵庫県知事のね、まあ斎藤元彦知事がですね、まあ兵庫県議会の、えー、百条委員会に、まあ、出席して、まあ承尋問を受けたと、まあいうことがですね、今日、えー、3時頃からですかね、まあ5時過ぎぐらいまで、まあ、やってたんですけども、 まあ、この百条委員会の前にね、もう次々ともまあ、斎藤知事の、ま疑惑っていうね、二十メートル、中、えー、歩かされただけで切れたと、職員にね、切れたっていうとかですね、まあ、他いろんなね、ものがもうすでに出てたんで、まあ、これについて、えー、兵庫県のこの斎藤知事がどう答えるのかと、まあ、あと公益通報制度ですね、兵庫県のね、えー、兵庫県の公益通報制度っていうのがあるのに、 まあ、その、一方的にですね、元、西有馬の局長ですかね、県民局長を、嘘800だというふうに断じて誹謗中傷の文書を作ったということで、懲戒処分したと。まあ、これもね、 この処分が本当にその、え、きちんとした判断っていうかね、あの、第三者委員会でしたっけ、その待たずにですね、えー、懲戒処分したっていうことも、まあ、これも大きなね、やっぱこれが一番大きな、まあ、問題になるのかなっていうふうに思うんですけども、ま、あそういろんな意味でね、どう考えてもこの、まあ、斎藤知事のやったことはパワハラもそうですし、ま、あ他いろんなことについて、えー、考えてもね、あと公益通報と認識せずに、 にえー、元県民局長を懲戒処分した、もうこれだけでももうアウトっていうかね、もうこれだけでもやっぱもう、まあ、知事の資格がないというか、僕は不信任の決議というのが、ですね兵庫県議会で出されても、全くおかしくないんちゃうのかなっていうふうに、まあ、思いましたけどもね。 まあ僕はもう一応今日あの、えー、最初から、えー、ずっと聞いてたんですけども、まあ一人、全部で11人ぐらい質問してたんじゃないですかね。なんかね、あのちゃんと数えてませんけども。まあいろんな会派ね、えー、自民党、維新、公明、あと共産、あと、まあ、えー、立憲民主、 系ですかね。県民連合とか、まあ、他いろんな方が、えー、やってはりましたけども、まあ、これについてのね、この斎藤知事の答え方っていうのも、まあ、ほんまなんかね、あのー、だから誰が聞いてもね、その、否定してるわけじゃないんですね。この斎藤知事の答え方っていうのは、このパワハラ、の疑惑に関しての答えっていうのも、えー でも、なんていうんですかね、こう、パワハラですと、パワハラでしたすいませんって言うんじゃなくて、まあ、そ、そういう声はあったかもしれないけども、当時はそういうパワハラとかそういうね、出席したことっていうのは、その、認識してなかったと。 まあ言うようなはぐらかし方で、まあ自分が自分の行為に非があったっていうのはもう、まあ、決して認めないっていうのが、えー、まあほとんどそういう形であの答え方って進んでいったんですけど、今日の百条委員会っていうのは。まあでもその中でもやっぱりですね、その、えー、まあ自分のこの行為をみ、えー、認めるっていうことがあってね、やっぱその20メートル歩かされた件も、 ど、どこでした美術館がどっかでしたかねなんかその建物で、まあ、車の進入禁止があるから、そっからも歩かなあかんのにですね、それを、あ、20メートルぐらいですね、歩かされたから、職員を叱責したっていうのもですね、まあ、当時の認識ではですね、えー、自分はそこは車行けるとこだと思ってたから、えー、職員を叱責したというふうに、ま、正当化するっていうね。ただでも、その職員は、その知事の秘書室の方ともですね、 ですね。あの、きちんと話し合って伝えてたのにですね。まあ、斎藤知事自身は聞いてなかったからかなんか知りませんけども、まあ、納得はいかなかったから、えー、叱責したとで。それを当時はですね、えー、あの、そういう、車の進入禁止っていうところは知らなかったからですね、えー、叱責したんだと。 まあ正当化するようなことをね、言って、決して申し訳ありませんでした、すいませんでした、みたいなことっていうのは、なかなか言ってなかったですね。まあ問い詰められて、まあそうであるなら、こう、あの、認識がね、当時の認識としてはそうだったんですけども、みたいなね、まあ感じにも終始してたかなと。うん まあ、ほんまなんかいろいろひどいなっていうね、他あの兵庫県の中ドローンサミットっていうのあったんですかね。えー、それの、その、そこの新産業家の課長がですね、NHK のテレビで特集されてですね、それを、まあ、斎藤知事がですね、嫉妬したかなんか知りませんけども、まあ、それでですね、その、えー、この新産業家の課長はですね、知事協議を要望していたのに、えー 知事がドタキャンしたりとかしたいですね。知事協議ができなかったと。ほんで、ドローン事業自体が立ち消えになったっていうね。まあ、それは斎藤知事は知らなかったと。知事レれくっていうみたいな、知事への説明っていうのは、まあ、部下に任せてたので、その件は知らないみたいなね。うん。まあ、でもそういういろんなことが、まあ、証言としても出てきてると。これ、課長自身が言ったんじゃないですかね。 ええー、まあ、ほんなんかもう本当にもういろいろね、もう、まあ、理不尽だなっていうね、あと自分は遅刻してもいいけど、あの遅刻した職員についてはですね、すごく厳しいっていうね、えー、それも、まあ、ま、あ あの、ま、しぶしぶながら認めてたっていうのもあったりとかですね。あと、まあ、夜中にあ、なんかこう、職員のね、あの、なんかチャットみたいなあるんですかね。それを職員だ、職員と知事らでやるチャットってあるみたいなんですけども、それが、まあ、常識外れな時間と夜中にチャットをね、え、斎藤知事が送ってですね。まあ、それもすごく批判っていうのがあってですね。まあ、それもまあ、 あの、しぶしぶ認めてるっていうね。うん。でもなんか、言葉の端々に、でもそれは自分は悪くないんだ、みたいなね。まあ、当時の認識ではそれで良かったんだ、みたいな感じで、ま、ほんなんか言い訳めいてるのがね、もう本当に目立つなっていうかね。まあ、これ聞いてた人はみんなおかしいっていうね。で、みんなこれ斎藤寺みんなおかしいですよっていうね。 で、次々質問者がですね、こういうことありましたかって言っても、まあ否定、否定したり、まあ当時の認識ではみたいなことで、まあし認めるような感じはあったんですけども、まあ、これ全部聞いてたら、やっぱパワハラっていうのはあったかなっていうね。 んで、やっぱ、あと、片山副知事ってね、この間辞めたんでしたっけねえその、斎藤知事何回も辞めるように説得したけど、斎藤知事辞めなかったから、え片山副知事は自分が辞めるっていうね、ま、そういうのがあったと思うんですけども、ま、その副知事にですね、この斎藤知事が、え付箋を投げつけたと、えいうことを、これ、副知事自身が、 あの、証言してるんですよね。副知事は、えー、厚さ1センチ未満で、5センチぐらいの、長さ5センチぐらいの付箋なんで、それを投げつけられたと。まあ、ただ、あの、副知事に当たったんじゃなくて、なんかアクリル板、 なんか、仕切り板なんですかね、パーティーションにあ当たったからですね、まあ、知事、副知事には当たることはなかったんですけども、投げつけられたと。で、それについて、今日は知事はですね、そのことについて認めたんですよね。えー、付箋は投げつけましたと。まあ、ただでも、知事が言うにはですね、その、まあ、すごく薄い、あの、付箋をですね、投げつけたと。でも、それがその仕切り板に当たったということは認めたということでね、 まあ、そすごい硬い付箋なのかね、なんか、どんな付箋なんやと思うんですけど、一枚だけ投げて当たったって言ってるんですけども、一枚投げて当たるような付箋ってどんな、 あの、硬い伏せなのかなってみんな疑問に思ったと思うんですけども、まあ、そうおかしなことを言ってると。まあ、ただでも、あの、この付箋を投げつけたということは、今回斎藤知事も認めて、認めたということは、これ大きいなと。ね、副知事に当たらなかったとしても、これはもう十分ね、そのパワハラというか、まあ、その副知事を威嚇するような形でね、 まあ、医させるようなもんだと思うんでね、怖がらせるっていうようなもんだと思うんで、十分このハラスメントに当たるんじゃないのかなっていうふうに。まあ、この不正の問題にも思いまして、まあ、他あと出席の件とかですね、まあ、いろんな件ですね、まあ、いろんな、 この、いろいろね、こう、知事は、いや、そうじゃない、みたいなこと言ってたんですけども、いろいろ聞いてたら、やっぱ全部ね、このパワハラに該当するかなっていうね、全部ひっくるめて、僕はアウトと言っていいんじゃないのかなっていうふうに、まあ、今日の百条委員会でのこの、まあ、言ったら、あの、そんな鋭い質問、 した人っていなかったですよ、言うたらね。あの、まあ、冒頭のね、統括質問した委員長の方ですかね、よくわかんないですけど、まあ、その方の、じゅ、の質問だけで十分ね、あの、もうアウトかなと思いましたけども、次から次からね、まあ、やっぱりこういうケースに、 ついてどうなんだどうなんだみたいなことを言って、まあ本当にもう誰が聞いても、僕は知事としてはもう本当に、まあ不適格だなと、いうのがね、思ったなと。あとなんか AI の出会い事業について、えー、なんか説明されたはずなのに全く聞いてないとかですね。あとなんか福祉部、福祉のセンターね、支援センターなんですかね。 で、その解消する時の支援レクっていうのが、あのー、なんかあったみたいなんですけども、そこでも知事は全く聞いてないと、まあ言ってですね、結局その、その支援センターの解消自体が大幅に伸びてしまったって、延期してしまったっていうね。うんだからもうこれ、まあいろんな面でね、もうすでにこの兵庫県政がですね、この斎藤知事のせいで、まあ、 あの、もう、停滞してる、遅れてしまってるっていうことも、今回の百条委員会からですね、まあ、十分分かったかなっていうね。で、斉藤知事自体は、あの、自身は辞めずにですね、この県民の負託に応えるんだと言ってますけども、まあ、こういう問題がね、パワハラの問題とか、まあ、あとこういう問題自体で百条委員会が開かれたりですね、まあ、あるいは副知事が、 口事が辞めたり、側近の人を辞めたりっていうのを考えてもですね、もう兵庫県政が、まあ 今の斎藤知事ではですね、もう立ち行かないというのも明らかだと思うんですね。まあそういう意味では僕は兵庫県議会はですね、もう不信任、えー、決議というんですか、不信任案を出してですね、辞めさせないと、僕らこれ兵庫県民も、まあ納得しないんじゃないのかなっていうふうにね、まあ思いますけどね、まあこれ変わってる兵庫県の維新の、まあ今日、維新も質問してましたけども、まあ全然、 維新の質問もですね、まあ、厳しい質問でした。こういうことあ、ありましたね、みたいなね。うん。だそれで、維新がですね、それでも、なおかつ、斎藤知事をかばうようにやって本当にもう、維新はあかんなっていうね。まあ、この間、美濃市長選もね、負けた、えー、大敗したってね、維新。 の現職の市長がね、これ吉村さんはですね、兵庫県知事の、まあ、維新がですね、かばってるに見えたからみたいなね、まあ、に兵庫知事の、あの、性にしてるようなことを言ってるんですけども、いや、これやっぱ維新自体がおかしいからこんなん斎藤知事みたいなのが出てきたんちゃうのかなっていうね。う斎藤知事はその直前まで大阪府の総務課長かなんかやってはったんでね、 だからこれが維新の体質なのかなっていうね、本当まあ、今日の百条委員会のその斎藤知事の答え方とか見てもですね、まあ、イライラした人多かったんちゃうのかなと思いますし、これでもさらに維新がかばうようであればほんまにもう維新はあかんなと、まあ、言っていいんちゃうのかなと、まあ、斎藤知事はもう本当にもう早く辞めるべきだなっていうふうに、まあ、思いましたけどもね。 チャンネル登録よろしくね。